リーグ初日という今日は少しだけですね、雨が降っていますと。でこの雨は午前から午後にかけてどんどん上がっていく予報の雨なので、まあ、今そんなに心配せずですね、道を前に進めていこうという感じです。今回のツーリング、昨日もちょっと、お話ししましたけれども、和田さんと一斉、僕という、ナイレブンクルーザーと定期的に登場するコンテンツの一つとして、シグネチャーツーリングをやっているわけなんですけれども、今日はですね、今現在ここにいるのは野尻湖、長野の野尻湖にいます。野尻で一泊して、これから下越中越と上がっていくという感じで走っていこうかなと思ってます。なかなかちょっと今日はハードめな道、ハードめっていうか、まあ狭めな道中心にルーティングされているので、どんな感じで進んでいくのか分かりませんが、とにかく道が狭めなので、できる限り早く雨に、上がっていただきたいなという形で、今はまだ宿を出てですね、エンジンを暖気しながら少しずつ峠を、これはちょうど北東に向かってですね走っているという感じです。まあ午前中一発目ぐらいからまあまあ濃い道が出てくる気がするので、頑張っていきたいと思います。ということで、ナイレブンクルーズシグネチャーツーリング、初日スタートしていきたいというふうに思います。早く雨が晴れてほしいです。ではご覧ください、どうぞ。出だし早々長野県道97号線が、災害通行止めとなっていて、県境を越えていけない、新潟方面に行けないということで、今ぐるっと迂回をしています。多分行けんじゃねえかな、これどっかの町道とか、なんかそんなのと思いますけど、パイロットのおじちゃんの判断に期待しましょう。通行止めです。朝飯を買いがてら2級には上がりましょうか。あれ、俺の無線で取れてます？もしもーし。はーい。俺の無線って止まっちゃってる、ひょっとして。あ、今入ってなかったよ。あれ、電池切れたかな。無線よく入ってるけど、今。今これ一斉の昔のやつで話してるんですよ。あ、じゃあ入ってないです。ここ5分ぐらい入ってないです。あ、じゃあお亡くなりになったかも。道が死んでるんで、このまま朝飯買いがてら2級にを上がっていく感じかなって感じですね。了解です。しかし行くとこ行くとこ潰されてんな。はい、行きたかった道がですね、早速通行止めの嵐になっていたので、迂回を余儀なくされるということで、まあ、最近迂回が多いですよね。いろんな道が災害通行止めで崩落してますが、今は国道の292号線を走っています。まあこれはこれで回送路っていうか、トラフィック少ないし道の感じもいいので全然結果オーライではあるんですが、
なんかね、朝ごはんを食べたいんでコンビニを見つけたいんですけど、山ん中すぎるのかコンビニすらないという、ただひたすら気持ちのいい道を走る朝になるという感じで、今午前8時、朝が始まりましたよという感じです。日中にこのエリアすごくいいですね。走りやすい、景色もところどころすごいいいところが出てくるので楽しめていますという感じです。通行止めが多いって感じですけど、まあとはいえ今まあ前走車がいますけど、カントリーワインディングロードをフラフラと走るということで、まあ気持ちよく走ってはいますが、まああのこの3人のツーリングをよくご存知の方であれば、おなじみの雨にはなっているんですけど、晴れたり降ったりっていう感じで、まあ予想よりも雨雲がオーバーキャストしてて上にあるので、どんな感じに回復してくれるのか期待はしたいんですが、なかなか難しい感じですね。まあなんとかなんだろうという感じで走っていきたいと思います。これで県道の254に右折って感じですね。
おっと、ちょっと止まります。すごいけど、乗り越えながらダメそうなとこ僕止まってどけます。あれ、 K が帰ってきた。マジですか。雪あるんだ。だからやっぱ無理あんかな、この時期はまだ。この先のあの県道も多分雪です。通行止めのままなんだよね。道がですね、雪ですわ。この先行く予定だった道がガンガンの雪。でもここ通ったらいけんのかな。ダメかな。ここだけといえばここだけだけど、行けなかねえっていう気がすんな。お、この先、あ、でもダメかな。ダメかしら。なかなか、今5月の末なんですけど、まだまだ新潟は道が雪ということで、今そんなに気温は低くないんですけどね。ダメですね。ダメだな。なかなか、まあ、やる気になればいけるんでしょうけど、相当なやる気がいりますね、この先は。なるほど。こんな感じで。まあ、ノーマルタイヤのポルシェで突っ込む道じゃないのだけは確かですかね。
か。なんとかしてほしくない。さすが地元車だ。すげえ急に行ってけど。スピード速っ。こんな参加すると思ってねえ。ああ大変だこりゃ。ダメだろう。俺どっから来たんだよ。やばやば。俺は来た時にはなかったよ。俺はダメでしょう。絵として美味しいみたいなのがありありと出てんだけど。え？これはでかい。これはダメだろ。降りてきましたが、それでもまだかなり山の中です。どうなんだこれ。いずれにしろもう来た道を戻ってるから、今日宿からの直線距離で見たら全然今日は進んでないよな。いやー面白いわ。
べて彼らの方がエグゾーストのトーンが低いんで、ちょっとね、そこは両方合わさると素晴らしい。あ、やっぱ長野県通り抜けできないって書いてあるね。これなるだろう、それ。